はい、どうも、こんにちは、ショコラです。今日はですね、自分の持ってる、インディゴ染め、もしくはですね、一部ちょっと、藍染めですね、の、服のですね、経年変化をですね、まあ、いろいろちょっと見てもらおうかなと思っております。はい。ですね、早速なんですが、これですね、これもですね、前に動画で何度か紹介したことがあるんですが、アトラストさんのですね、カバーオールですね、はい。これもですね、あの後、なんだろう、最後に動画撮ってから、2回ぐらい多分洗ったのかな。はい。結構ね、硬い生地で、なかなか張りがあるんで、なかなかね、色落ちが進まないんですけど、それでもね、全く色落ちないわけじゃなくて、もうちょこちょこ、こう、色落ちしていってって、あそこからこう激しくむちゃくちゃ着たかっていうと、そんなにこうがっつりは G ジャンとかいろいろ着てるんで着れてはないんですが、それでもね、どんなもんだろう、最後に紹介してからプラスまあ1ヶ月くらいは着たのかな。で、洗濯1回か2回してますね。はい、こんな感じですね。これはまだまだ本当に硬いので、まだまだ本当ゴリゴリ着ていかないとなかなかあれなんですけど、まあ、経年変化でいうとここのあたりが結構落ちて、あたりが出てきているかなっていう感じとか、あとまあ首元のあたりとか、このあたりと、あと裏のこのあたりもちょっともう出てきているかなっていう感じですね。まあ、一番激しいのはやっぱ腕ですかね。腕のこのあたりが一番激しくは出てますけど、この辺りとかですね、この辺りですね、ですけど、まあまだまだですね。これ薄くなってきたらどうなるのかなっていうのはすごいね、未知なので、このカバーオールすごい楽しみですね。今のアトラストさんで売られてるこの同じ型のやつはもうこんなに硬くない、もうちょっとね、柔らかくて温度の低めの、あ、これよりはですよ、これよりは低めの、デニムに変更になってるみたいなんで、もうこの硬いやつはないみたいなんですけど、このやっぱね、デニム好きとしてはこのゴリッと硬いやつをもうガンガン色落ちさせたいなっていう感じなので、すごくね、楽しみな一着ですね。はい、そうですね。で、次がですね、リアルマッコイズさんの、ワバッシュのシャツですね。これもね、もちろんデッドって感じですか、その新品状態から購入してずっと着てきたので、で結構なんだろう、中に何でもいいようなシャツも、ちょっとこの寒い時期上になんかセーターとか着るんで、なんか重ね着で中にっていう時に結構早くこう経年変化させたくて、使ってたシャツなので、だいぶ色が、薄くなってはきていますね。まだまだ濃いんですけど、結構当たりは出てきてる感じですね。この辺とかわかるかな、ちょっと動画で伝わるかわかんないんですが、表面のね感じもね、ちょっとこう何ですかね、もうちょっとね、なんて言ったら、当たりの、そうですね、ちょっと濃淡が出てきてる感じしますね。はい、動画だともしかするとこの一色に見えちゃうのかもしれないですけど、意外とね、意外と経年変化はしてきてるなっていう感じですね。ワバッシュに関しては、まあもちろん濃紺でね、がっつりこう濃い状態で着るのももちろんそれはそれでいいんですけど、やっぱりね、醍醐味としてはこれがこうだんだんこう落ちてきて、色が落ちてきて、濃淡が結構はっきり出始めたり、結構薄くなってきた時のあのまだらな雰囲気というか感じがね、すごくいいので、まだまだガンガン着ていきたいですね。まあ襟かな、一番はっきり出てるのは襟ですね。この辺りが、一番経年変化はっきりしてきてるかなっていう感じですね。結構手強くて、なかなかこう変化がなかったやつなんですけど、やっぱり20回ぐらい来たかな、この20回が来てる間にやっぱり結構色が薄くなってきてて、すごくいいですね。明日も着ようかな、これ。は
はい、で、同じくですね、リアルマッコイズさんの、デニム、上さんのデニムのシャツですね。これもね、最後に動画でご紹介してからまたプラスに 1,2 ヶ月ぐらいは来たかな、はい、結構 G ジャンの下とかに着ることが多かったので結構着てましたね、はい、で最後1回洗ってしまってて感じです。もう首のあたりは結構あたりがこれが薄くちょっとね出てますね、はい、あとはね、どこだろうな、まあ、全体的にそう結構このあたり経年変化をこう一気にやりたくて、さっきのオーバッシュのシャツの中に着てこれを上に着るみたいな、で G ジャン着るみたいな、もう3個連一気にみたいな感じで結構着てたのが多かったですね。もう手首のあたりは結構薄くなってきてますね、まあ、まだまだそれでも濃いですけど、でもはっきり当たりがこう出てきてるっていう感じはしますね、うん、はい、ここら辺もねすごく楽しい、まあこの辺はね多分その全然のり付けしてこう何ですか、洗わずにこうずっとがっつり着てるっていうわけじゃないんで、そんなねこうじいちゃんみたいにここの袖のところがバッキバキになるような感じではもちろんないんですけど、そういうタイプではないんですけど、ただまあ結構当たりが出だしたらいい雰囲気になるだろうなとは思ってますね、はい、これリアルマッコイズのあのティーンのさんの方とか着られてるの見たことありますけど、やっぱすごくいい色落ちされしてたので、はい、ですね、そこ目指してちょっとねまだ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 言うてもノーコンなので着てきますね。襟のあたりがやっぱり結構きますね。襟は結構変化しやすいだな、今気づいた、なるほどですね。ちなみに一応メインはこの3着だったんですけど、ちょっとねこれもインディゴではっきり出てるやつがあったので、はい、これ実はですね、まあ同時期にこう同じインディゴ染めじゃなくて藍染めしたロンティーなんですけど、ヘインズの白 T だったんですけどね、このやってくれるところに業者さんにお願いして藍染めしたやつなんですけど、結構ね多分ね気づかない間にこっちをすごいヘビロテしてて、こっちあんまりタンスの要はこうしまってあって上ばっかり取ってて、こっちあんまり着てなかったですね多分。ってなった時に結構ね色が違うんですよね。こっちのがやっぱだいぶ色濃く残ってて、こっちのがやっぱだいぶ薄いんですよね。もうなのでこう藍染めしてね、同じ染めでもともとはまあどっちももうちょっと濃かったんですけど、やっぱね使えば使うほどここの首のあたりがこう色、特に首周り抜けてきてるなっていう感じですね、はい、こっちが結構色落ちしてる方で、こっちがまだもうまだそこまでしてないっていう感じの、そうだからやっぱ着ていくとね、インディゴはこうやって色落ちていくんで、やっぱ雰囲気がこう変わってくるっていうね、これが本当こう醍醐味でありこう面白いところだなとすごい思いますね、はい、これははっきり違いが分かるんじゃないかな、はい、そう薄い濃いって感じですね。だいぶ差が出てますね。最後ですね、最後はですねこちらも去年購入した、ミスターフリーダムのですね、何ですか、海賊が着てたやつのイメージの船乗りというか、海賊、うん、パイレーツだっけなとかがなんかこう着てたのをイメージして作られた、コットンの、ニットというかコットンのハイネックのセーターって感じですね、はい、タグこんな感じですね。これもキッツキツのこうバッチバチにこう体に沿ってくる合ってくるようなやつなんですけど、これもねジョンソンブロスの下に着たくて結構着たんですよね。結構何ですか、この着丈の短めの、レザーにすごく合うので、これもね、何回だろう、でもまあ10そうですね15回ぐらい着て洗ったかな、はい、っていう感じでやってたらねだいぶ色が薄くなりましたね、はい、あとやっぱりちょっとね生地がこう摩耗してきてる感じはしますね、はい、でもこれは本当もう雰囲気すっごい出るまでガンガンまだ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 着倒してすごいこういい雰囲気にしていこうかなと思ってます。まあミスターフリーダムさんなんで作りはすごくいいですしね、はい、
でも本当毎回着るたびもうあの首取れるんじゃないかっていうぐらいきつきつになるし締まるんですごい着ててもねすごいこうギュッてなるんですけど、まあまあでも馴染んでくるとまあちょっとあれなんですけど、一回洗濯するとまたフラットに戻ってっていう感じで、まあなかなかあれ難儀ですけれどもすごく好きな服、いい服だなと思います。はい、こんな感じですね。というわけでですね、本日はあのいろんなインディゴ、染め、藍染めのものをですね、経年変化ちょっと一挙パッと見てもらいました。はい、お手持ちのね、ここら辺のやつを、明日着てね、色落ちまた楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。